はい、昼ビール放送局 M キャストじゃない今日のアウトプット、まこねです。今日も私と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日から第6章、代謝とリバウンドの基礎知識になります。まあどんな話になるかやっていきましょう。まずはこちら、このポッドキャストは日本ダイエット健康協会の、公認インストラクターを目指しているまこねがアウトプットとして、皆さんにね、ダイエットの勉強をこのような形でやってますっていうような報告兼お互いに勉強し合いましょうっていう内容になっています。で、日本ダイエット健康協会ってどういうものかってついてはここに書いてある通りなので、興味がある方は、停止ボタンか何か押しながらゆっくりお読みください。今日はちょっと初めてのことばっかりなのでちょっと割愛します。明日からちょっと読むかもしれないな。はい、こちらも公認インストラクターって何するのみたいな質問をいただいたので、ちょっとまとめときました。これも今日もちょっとバタバタしてるので、飛ばしちゃいます。そして今日の問題はこちら。今日の問題26は、太りやすい人は代謝が良い。丸か×か。違う。イエス or ノー。太りやすい人は代謝が良い。イエスかノーか。まあ、ちょっとね、引っ掛けないような問題ですけどね。さあ早速やっていきましょう。今日のテーマはこちら。今日のテーマは代謝の本来の意味。ついにね、ようやく代謝っていう言葉が出てきました。今日からね、言い忘れたかもしれないけど第6章になってます。新しい章なんでデザインも一新しました。個人的にはね、これが一番好きなんだけど、どうだろう、見づらいかな。いや、そんなこともないかな。しばらくこれが続きます。さあ、代謝の本来の意味、さあやっていきましょう。最初ね、代謝とはっていう内容です。実は代謝といっても一概に、新陳代謝っていうわけではなく、実はね、同化作用と異化作用という2つがあります。同化作用っていうのは、まあ、要するに体内のエネルギーを保持しようっていう風な感じです。はい。代謝って一般的に排出するみたいなイメージですけども、同化っていうのはもう取り入れる、保持するよっていう内容で、異化作用っていうのは、分解、そして体内のエネルギーの放出だから、まあ、外に出すよっていうことなんですよね。で、まあ、これ両方合わせて新陳代謝って呼ばれてます。じゃあ、それぞれ同化作用と異化作用について見ていきましょう。同化作用というのは、まあ、摂取するエネルギー、まあ、摂取カロリーですよね、を材料に、体内で使われたね、エネルギーによってできた熱を放出しません。間違った。そう、細胞の補充や修復、エネルギーの貯蔵。そしてこのね、細胞の補填だね、補填や修復のこの補填っていう字がなかなか読めなくてね、この資料作るときにどうなんて読むんだろうってすごく悩んだんです。ちょっと話戻るんですけど、同化作用って要は体内にね、このようにエネルギーの貯蔵をするっていうことなんです。はい。で、じゃあ異化作用っていうのは何かというと、はい、異化作用っていうのは、まあ排便とかね、汗とかで二酸化炭素とか老廃物をね、放出する。要するにデトックスって異化作用のことなんですよね。はい。で、まあ放出する、つまりね、体内で使われたエネルギーによってできた体のね、体熱も放出する。まあカロリー消費ってことですわ。運動した時にね、私も汗ダクダクになってるじゃないですか。そう、代謝してないのに。そう、あれも含めて、まあね、デトックスもそうだし、熱の放出も含めて、異化作用って言われます。はい。じゃあ、代謝が良いとはどういうことか、っていうことを見ていきます。代謝が良いって言っても、まあ、一般的にね、異化作用、要するに、外に出していくのが代謝が良いって言われる風に、まあ、使われます。まあ、私もそう思ってたし。でも、正確に言うと、まあ、貯める方も出す方も両方代謝は代謝なんですよね。はい。そこがね、今回の問題のポイントなんですけど、と、じゃあ今回の問題を振り返っていくと、
まあ、今回の問題は、太りやすい人は代謝が良い。私、最初これね、見たときに、太りやすい人は代謝が悪いんじゃないのって思ったんですよ。私の打ち間違い、それともこのテキストの間違いぐらい思ったんですけど、まあ、太りやすい人は代謝が良い。Yes or No。これは太りやすい、太りにくい。どちらも代謝ですから、これは太りやすい人は代謝が良い。これはイエスです。はい。まあ、引っ掛け問題ですよね。意地悪な問題だなとか思って見てましたけども、どうでした？皆さん、引っ掛かりました？大丈夫でした？ まあ、代謝の本来の意味が分かってないとなかなか、答えづらい問題でしたね。では、明日の問題はというと、明日は問題27です。明日の問題は、基礎代謝とは生命維持に必要な最低限のエネルギー量である。イエスかノーか。どうだったかな。 私も忘れちゃいました。さっきまでテキスト見てたのに。 そんなわけで、明日の問題もちょっとね、今までになかったような、今までになかったのは、ちょっと本格的にダイエットの、代謝とかリバウンドに関わるお話になってきますので、要必見、必見じゃなくて必聴です。はい。なので、ぜひ明日もご覧ください。まあ、最後になりましたが、アウトプット、私のね、このポッドキャストは、私の勉強もそうですし、皆さんの、ダイエットの知識を少しね、バージョンアップするためっていう気持ちもあって、ダイエットをしっかり伝えたい感想というか、まあ、ダイエットを正しく伝えるっていうことを私自身が学ぶってことも含めてアウトプットさせていただいてます。のアウトプットが何かっていうのに関しては、またね、おいおい話していきたいと思いますが、早く知りたいって方は、ここをちょっとストップして読んでみると、まあ、大体のことが書いてあります。まあ、そんなわけで、今日もご視聴ありがとうございました。また明日もね、いつも通り12時に配信開始しますね。ぜひ楽しみにお待ちください。まこねえでした。バイバイ。